iPhone で Google Photo を使ってストレージ容量の空きを作る方法を紹介します。まず Google Photo のアプリを開きます。で左上にあるハンバーガーメニューを開くと空き容量を増やすという項目があるので空き容量を増やすをタップしてくださいで。このようにバックアップが終わっていればそのように表示されているのでバックアップが終わっているのを確認してから削除を。 選択してください削除が完了するとこのように iPhone でも作業を行ってください表示が出ますなのでホーム画面に戻り Apple の写真アプリを開きます Apple の写真アプリを開いたらアルバムの項目の一番下を選択してください一番下に最近削除した項目というものがあり こちらを開き、右上にある選択をタップしてください。すると下にすべて復元、すべて削除という項目が出るので、すべて削除を選択してください。するとすべて画像が削除されます。あとはまた Google フォトを開いて確認してみてください。削除した画像は Google フォトには残っています。これで iPhone から Google フォトへの画像バックアップは完了。そして iPhone の本体のストレージを開けたことになります。 あとはいつでも Google フォトから画像をダウンロードすることも見ることも可能になっています iPhone でも無制限に無料で画像を撮り放題になるということになります少しだけ画質が落ちることになりますけどスマホで見る分には特に問題はないので一度試してみてください